はい、まいの皆さん、こんにちは。ふうさんです。今回は、2008年に発売された、歴代最強とも名高いマリオカート、マリオカート Wii やっていこうと思います。ということで、来ましたね、このシリーズ。まぁ、ちょっと前までね、マリオカートダブルダッシュ、ゲームキューブのマリオカートやってたんですが、ついにね、私にもこのマリオカート Wii が来ましたよ、ということで、いいって出てる。マリカー Wii はね、結構やってたから、できると思うんだけど、出たこのアイテム。懐かしい。このね、雷雲ね、これ敵にぶつかったら、敵にくっつきますよと。で時間経過で、あの見ててね、あのピーチ、あれはサンダーが振りますよというアイテムです。あれね、ついてる間はね、ダート走れて割とね、使い方によっては強いアイテムなんだけど、懐かしいね、いろんなアイテム。他にも何やったっけな、パウブロックとかデカキノコとかいろいろあったね。めちゃくちゃ懐かしい。まあなんせね、なんで歴代最強と名高いかと言われると、やっぱこれだよね。バイクの、見ててね、これバイクのウィリー、見てこれ、これめちゃくちゃ速いんだよ、このウィリー。これが本当にね、もう強すぎて、もうマリオカート Wii やってる人はもう全員バイク乗ってるぐらいの勢いだったんだけどさ、ここはショートカット若干膨らんだけど、しっかり決めていって、見てこのプレイング神。しかも見て、ゲームキューブの頃は後ろ見れなかったんだけど、今作ね、こう後ろ見れるっていうね。いや、マリカー Wii はやっぱ進化してるよね、いろいろ。 Wii もできるし、後ろ見れるし、まあ、いろんなね、戦略とかも言われてて、なかなかね、やっぱ歴代最強というだけあるなっていうことなんですが、ここはショートカット決めて、さあドリフトドリフト、うまくね、なんか、あれめちゃくちゃ上手いかもしれん、みんな。ごめんね、つまんなかったら。オッケーってことで1位。ダントツじゃん。余裕かもしれん。はい、ということで2レース目、モーモーカントリーだ。モーモーカントリーはね、8デラックスにもあるコースなんで、皆さんも、みなじみなんていうの、見られてると思うんですが、若干違うかったっけな。ちょっと違うとこ探してみようか。この辺ちょっとね、痛い。ちょっとさ、めっちゃさ、曲がるんだけど。このバイクめちゃくちゃ曲がりやすい。さあ、ウィリーかまして、さ、風もしっかり取りたいけど取れんか。この辺変わってないね。ここアイテムないっけ。今、エイトラックス、ここアイテムないよね。さあ、ジャンプアクション。あ、そう、ジャンプアクションシステムもいて。ジャンプアクションシステムもね、このウィーから生まれたから、本当にウィーはね、いろんな新しいアクションが増えて楽しくなってますよと。さあ、これはね、パウはね、これ、ウィリアーにさ、パウ食らう瞬間にウィリーすると、若干ね、軽減できるんだけど、見せりましたね。さあ、いい勝負してる、いい勝負。さっきちょっとダントツで1位になりすぎたんで、まあ、いい勝負を演じてるってことにしましょうか。さあ、キロ、強い。しかも、この世代ね、難しいのがね、壁にぶつかったら減速がやばい。めちゃくちゃ減速する。さあ、ここショートカット。うまくね、なんか、やばいやばいやばい。無双してる。さあ、これバナナしっかりかわして、ケツつけようか。お、マジで。あれ勝っちゃいますよ、このまま。いいんですか、コンピューターさん。コンピューターね、結構ね、あ、キノコ。これさっき自分ごとしキノコ美味しい。コンピューターはね、この素材結構強いんだよね。あんまりオンラインがね、発達してなかった。今ほどね、今ほど発達してなかったっていうのもあんのか知らんけど、なんかコンピューターが強いんだよね。8デラックスのコンピューターめちゃくちゃ弱くて、もう本当に初心者でも勝てますよみたいな感じなんだけど、ほんとマリカー多いわね。なかなか練習しないと勝てない、なかなか強いコンピューターなんですが、その上を行く私、フンさん。あれ、やばい。みんなごめん。見応えないかもしれん。めちゃくちゃ強いわ。てか言って調子乗ってたら、潰されそうだから、まあ、気をつけて。俺1位いったでしょ、OK! 強い。はい、ということで3レース目。出た、ここ!キノコケニオンだ。いや、懐かしい。ここめっちゃ好きなんだよね。まあ、どんなコースかと言いますと、ここね、めちゃくちゃジャンプアクションできまくるんだよね。もうこのステージ、本当にジャンプアクションの爽快感が気持ちよすぎて、これ見て。このキノコでジャンプアクションできると、これ楽しいんだよな。ケツつけちゃおうか。さあ、ジャンプアクション、ジャンプアクションの、さらに、ここジャンプアクション、気持ちいい。気持ちいい。マリカウイ楽しいな。今もさ、なんかオンラインできるみたいなんだよ、一応。なんかもう2008年に発売されたゲームなんだけど、一応なんかね、公式じゃないのかもしれんけど、なんか一応オンラインが潜れるみたいで、実況ね、してる方もね、ちょこちょこいますよね。さあ、ジャンプアクション3回かまして、あれ、やばい。久しぶりにやってんのに、なんかめちゃくちゃうまくいってんだけど。正直グダグダになるかなと思ったんだけど、やっぱね、まだあのマリオカートダブルダッシュに比べたら割と最近にやってるから、なんかできるね、ジャンプアクション。お、やばいやばいやばい。でもね、これ1位走ってて、今はね、8デラックスはトゲゾウが来た時マップ見てたら、あ、トゲゾウ来たなって分かるんだけど、この世代分かんないんだよね。別に分かったところで、まあ別にトゲゼとかできるわけじゃないんで、まあ、関係ないんだけど。さ、ジャンプアクション、ジャンプアクション、やばい、落ちる。うわー、危ねえ。さあ、うん、待て、本当に1位2位がさ、お、これジャンプでかわします。さあ、これは地上にいないと当たらないということで、これ裏技見せるわ。これクリボー、あこれクリボーにね、コーラ当てるとね、キノコ出すんだよ。さあ、これを奪って、絶対遅いわ。こんなことしてる時間あったら普通に行った方が早いわ。さあ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 、
あと何やったっけな、偽アイテムボックス、お出た偽アイテムボックス、これも今ないよね。これも今ないアイテムなんだけど、これあると。逆にマリオカート8ドラッグスにあるけど、これはないアイテムなんだろう。あ、コインないかな、コインはないわ。コインないのと、あとファイヤーとかパック、ゲッソーはあった気がする。ゲッソーはね、この世代もあった気がするんだけど、やばい危ね。いやー、できればさ、ちょっと階の方行ってさ、デカキノコとか見せたいんだけど、ちょっと1位独走すぎて全然あれだわ、いいアイテム出ないわ。ってことで、まあ次のレースね、後ろ下がろうか、みんなにアイテム見せたいわ。ってことで、ソンレース連続1位。はい、ってことでラストレース、キノピオファクトリー。懐かしいな、ここも。ここリメイクされてないよね、なかなかね、見る機会がないと思うんだけど。だ、止まります、一回止まります。止まってみんなにちょっとアイテム見せたいわ。デカキノコとかは真ん中ぐらい、5キロ、5位とか6位とか出るのかな。あとパウブロックもそのぐらい出ると思うから、できればその辺でね、アイテム割りたいなと思います。ということで、ここ楽しいよね、ここも結構好き。アイテムオッケー、これワンチャン出ない、ゲッソー、いやね、あぶね、おそら、あぶね、キャラがね、ちょっと新しいデータ作ったから全然いないんだけど、何が強かったかな、ファンキーコングとか出るんだよね、ファンキーコングとかが強かったイメージあるわ。さあ、ここアイテム割りたいな。ここ1個もらいまして、9位か、何出る ?9 位だと金キノ、金キノばっか。ちょ、任せてみんな、このショートカット見るわ。ここで、飛んでいくー、うまくね、ちょ、待って。うまくない絶対ミスると思って適当にやったら、決まっちゃったわ。ちょ、2位来ちゃった、2位。2位来ちゃった、ちょ、止まるわ。みんなにアイテム見せたいんだけど、なんかうまいこと言っちゃってるから。うまいこと言ってるせいで、みんなにいいアイテム見せれてないから、一旦止まって、何これ、また金キノ。好きか、金キノ。人気の大好き人間。いやー、危ない。真ん中取れてて。4位じゃ出ないかなー。5位、6位ぐらいでアイテム割りたいんだけど。誰か抜かして。オッケー。ありがとう。この世代はね、あ、飛び降りた。この世代は距離制じゃなくて、順位でね、アイテム決まるから、この辺で割らないといいやと思って。うん、バカ、おそら。待って。なんか、遊んでたら、いや、また近畿の。また近畿の。遊んでたら1位逃しそうなんだけど、せっかくだからさ、4レース連続1位取りたい。さあ、ここアイテム割って、キノさん、また決めようぜ。あ、ごめんなさい、調子乗りました。調子乗ったわ。やばいやばい、めっちゃ下がった、めっちゃ下がった。これまずいぞ、普通に。さあ、ここはダッシュ版、ノリーノ、ノリーノ、ジャンプアクション、いいね。待って、結構前さあ、ついちゃったな。やばいな。キラーとか出ないかな。キラーとか出ると思うんだけど、キラー。キノさんか。やばいなさい、やばい、やばい、ほんとにやばい、ほんとにやばい。進んで、進んで、進んで、進んで。頑張れ、やばい、結構やばいぞ、俺調子乗ったか、これやばいな、なかなか調子乗りすぎて追いつけないんじゃない、これ3段取らないかな、アイテム割れないか、やばいやばいやばい、負けちゃう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 、勝ち筋ある、こっから勝つ方法ある、うわ曲がりすぎ、キノさん抜かして抜かして、交換しようか、7位で割って、キノさん飛ぶしかない、お、サンダー、サンダー回避したけど、サンダー回避してたけどな、無理だなこれ。やらかしたわ。せっかく3連続1位取ったのにもったいねえ。まあ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 、でも結局ね、まあ総合1位取ったらいいでしょうということで、なんとか抜かせ、オッケー、2人残した、総合1位取れるよね、大丈夫だよね、やばい、オッケー、余裕に、お、危ない危ない危ない、3点差だ、危ない。結構危なかったけど、まあね、総合1位取れたらいいでしょうということで、ちょ、あれだね、新しいさ、ちょ、まあ、新しいっていうか、マリカウィーにしかないアイテム見せようと思ったけど、ごめん、なんか、中途半端にさ、1位とか、下の方順位通りまくってしまったせいで、なかなか見せられなかったんですが、まあね、次回からはマリカとウィーやっていくので、その時にね、見せれたらいいなと思っておりますので、ぜひ皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、そしてね、感想、コメントもしていただけると嬉しいです。ということで、ちょっとエンディング見ようか。表彰式。あんまりこの表彰式、まじまじ見た記憶ないから。懐かしいなぁ。あ、これ、これは見たことある。このシーン。懐かしい。はい、ということでね、今日の動画はこの辺にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。ランク出るんだよ、ランク。ランクランプとか。A、A、B か。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。